いや衝撃すぎたよな、涌井と阿部のトレード。中日内野足りないよね、京田もいないし。これってセパ逆だったらどんなトレードになるかな。セカンドだし、中村翔吾とか外崎クラス。この2人と比べたらホームラン少ないけどバンテリンドーム広いからな。セリーグのピッチャーは誰だろうね。あ、けどセリーグのベテランで涌井と同格はいないか。あ、意外と難しいな。セリーグの4番手ぐらいのベテランだよ。あ、じゃあヤクルト石川か。石川と外崎年の差13あるからピンとこないな。